タッピ崎堪能しました。堪能しました。もう上も下も全部堪能しました。はい。なのでもうホテルに帰ります。ホテルにチェックイン。そうだな。ここが階段国道です。今アジサイ咲いて綺麗ね。綺麗にゃ。綺麗ね。もう下も回りません。よし、チェックインです。風呂入ろっと。お客さん増えてるよ。タッピ崎温泉って書いてあるから温泉なんだね。本当だね。ここ1階なんだって。はい。なんか海峡っていうとこが食事どこだって。はい。3階建てなのかな。そうみたいだね。4階5階は第2エレベーターが、ね、本日のお部屋は325号室です。はい、はい、大浴場は1階です、はい、すぐお風呂入りたいです。もうすぐ行きたいね。汗だくです。はい、なんか立派なホテルだよね、うん、右です、右です、右です、こっちです。じゃん、鍵1個しかないね。うん、こっちか、うん、回してプッシュタイプです。はい、はい、はい、行きますか。重いですよ、はい、行きます。お、和です。どうしました？和な感じです。玄関入りました。はい。もう見えてますけど、そこ洗面ですね。はい。左が洗面で、右がお部屋です。右はお部屋ではありません。真ん中がお部屋です。右はね、うん、さっき開けて、はい、押し入れでした。ね、右は押し入れでした。はい。真ん中行きます。はい。よし。じゃーん、お、お、お布団引いてる。すでに布団が引いてある。こんな感じです。エアコン効いてる。涼しい。涼しいね。すごい広くないですか。広いね。ありがたいですね。冷蔵庫です。これ何、これは何でしょうか。いくよ。はい、じゃーん、はい、空っぽ。空っぽです。空っぽです。じゃん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 じゃーん。あら、ナイスビュー。じゃん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 。あ、これ一つ、あ、こうね。じゃーん、じゃーん、じゃーん。うわ、すごい。あ、ほら、やっぱあそこ島になってるわ、あそこ2つ、うん、だからタッピ崎はやっぱあっちが先っちょなんだわ、うん、この島の方がなんか一番北の方っぽいけどな。うん、海きれい。めっちゃきれいな。はあ、びっくりするぐらいきれい。その下にあるのが奥屋旅館だ。うん、観光案内所の。うん、へえ。うわ、正面も北海道です。海めっちゃ透明やん。なあ、あれ護衛艦じゃね。あれでかいね。ちょっと灰色っぽいやつ、ちょっと見てみようと。やっぱり護衛艦でした。何、護衛艦の何かは分かりません。どこに向かってんのかな。あそこかな、あの大港じゃないかな。大港かな、うん、こっち側はこんな感じです。こっちの前になんかお布団に謎の丸があります、うん、なんか羽毛布団っぽいですよ、ほら、うん、あっちは謎の線があります。あそこにな。こっちに謎の穴があります。謎の穴があります。
そんでこれがテレビです。テレビの下に金庫あるみたいですね。金庫かな、ね、金庫だな、うん、金庫です、はい、こんな感じ、はい、立派な掛け軸がありまして、はい、下に恵比寿様かながおります。恵比寿様っていうの知らんけど、わかんない、大勢おっております。知らんけど、知らんけど、農活のパズルがあります。うん、よくホテルに行くとあるね、これ。ないわなかなか今時ないぞ。なんか昔のホテルにこういうの置いてあったやん昔置いてたけど今時はないわないか、なかなかないで、これかなり貴重です。貴重です。お求めは売店で。はい、でこれが Wi-Fi 使います。これは重要ですよ、重要です。そしてここに謎の靴下があります。謎の靴下がありますここに謎の靴下、片方だけです。でここ開けてみます。はい、じゃーん、あ、浴衣ですね、ここ浴衣が6個、えらいいっぱいありますね、うん、でこっちにタオルとバスタオルとフェイスタオルと、うん、はい、浴衣のサイズ書いてあります。お茶セットですね。ちょっと開けてみます。おじさんは護衛艦取るのに必死です。こんな感じでお茶セットになっております。洗面です。こんな感じです。全部揃ってますね。乳液、化粧水、泡洗顔、メイク落とし、ハンドソープ、すべて揃っております。そして後ろの方はこれは男性用ですね。男性用もいろいろありますよ。いろいろある。そしてドライヤーは、それか、あちゃーあちゃーとか言うな。これです。何ワットですか？800はきついですから1000ワットぐらい欲しいですね。800でした。800ワットでした。はい。ブラシと歯ブラシとひげ剃りと、これは何かな？これはシャワーキャップと綿棒と、あとシェービングローションかな？です。お風呂です。大浴場あるのでそんな使わないと思うんですけど、一応見ときます。お風呂です。あ、家庭用のお風呂みたい。でもなんか洗い場も広いし使いやすそうですよ。こんな感じです。最後はお手洗いです。じゃーん、こんなんです。今からお風呂に行きます。ここは温泉みたいですよ。雷神、龍神の湯やで。海が近いから塩化物泉だよね。そうなん、うん、はい、上皇陛下来られた。来られたみたいですね。青函トンネルの記念館を視察した後、うん、お食事休憩をなさいました。うーん、この部屋で再現してるのかな、知らんけど。知らんけど、うん、あんなふかふかな座布団にお座りになれるのね。そりゃそうでしょ。あ、運動できるよ。何これ、本当だ。大変気に入ったよね。無理です。さよなら。はい、行ってきます。はい、いってらっしゃい。
なんかほら、発泡スチロール、そうやね、だから中身が全然分かれへんねん、どんなお菓子か。あ、そっか、うん、くりゃえ、うん、じゃん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 、なにこれ、昆布かな、あ、昆布かも、うん、食べてみて、うわ、昆布昆布、カリカリしてるんだ、うん、昆布に砂糖かかってんの、醤油系です昆布です。お風呂はどうでしたか。お風呂ね、うん、目の前が津軽海峡でしょ、うん、で向こうに北海道でしょ、うん、で、うん、青函フェリーかな、連絡フェリー、うん、が通ってて、うん、あと護衛艦がいて、うん、景色最高、景色最高やな、うん、気持ちいい、なかなかいいじゃないですかここねえ、うん、いいですね。見て見て、なんか青函トンネルをな、うん、新幹線が通るときな、天井の照明が7色に変わるねんて。あ、ここ、うん面白い、うん、あれが色が変わってる、うん、今真下を新幹線通過中って感じ、通過中です、誰も何にも気にしていないへーって感じやな、うん、おっ、ドアする、ドア作って、あそこ新幹線通ってる、真下を、下から音がする、行っちゃった。なぜかそうめんだけセルフサービス、はい、はい、出ました、はい、はい、船盛りです、そしてわ、ホヤがあるよ、うん、と、うなぎのお寿司かな、クリミアムモッツ、はい、あ、ごめんなさい、 ありがとうございます、茶碗蒸しです、なんか茶碗蒸しが来ました、乾杯、美味しそう。
食べてみる？うん、どんな味かな。なんか大きいよ。大きいよな。こうやってな、うん、裏側がな、こんなんなってるよ。同じ？食べてみて。初めて食べます。これ中身じゃないの？中身？これ中身じゃないの？食べるよ。うん。カッカ。これ食べるもん？食べる食べる。え、超硬いんですけど。うわ。食べないよこれ。食べないな。超恥ずかしい。これ食べれないな。ここにじゃないの食べるもん。うん。初ホヤです。なんか普通に貝だよ。本当？ホヤって初めて食べるんですけど、はい、これって食べないものなんですか？もう食べれない。辛っ辛っ。中身だけ食べる。そう。貝の仲間だから辛く貝硬いですよ。ですよね、はい、すごいかじった硬かったから。これはホタテ貝柱です。ホタテ。美味しいホタテ。うまい。ご飯はまっしぐらだって。売店に売ってた。うん。食べますよ。うん。気持ちが悪い。気持ちが悪い。貝類ダメよな。変な貝はダメよね。どんな貝がいいの？アサリとかシジミとか。サメの歌って何？サメ？サメの歌？サメなの？サメかも。ちょっとおかわりしてくる。何を？ご飯。あ、ご飯あげるよ。あ、いい。海峡サーモン食べてみるわ。めっちゃトロトロやな。な。ちょうど夕日が沈んだ頃やけど、うん、ご飯食べてたんで、うん、見れませんでした。でも空が綺麗。マジックタイムですよ今。いい。朝起きたら窓が曇ってるのかなと思ったら真っ白です。何も見えません。今から散歩に行きます。え、真っ白やで。真っ白。これカメラのレンズが曇ってるわけではなく真っ白です。外が真っ白なんです。すごいですよ。びっくりしちゃう。すごい。 50m 先の看板なんか見えないよ。すごい。昨日北海道見えとったのにな。北海道見えないね。北海道どころか何も見えません。これマジすごいな。昨日これやったらがっくりやったな。なあ。何も見えねえって。昨日見といたからよかったね。うん。階段国道のとこまで来ました。ホテルからすぐだよ。はい。津軽海峡冬景色の可否もホテルからすぐだよ。すぐです。来ますよ。
カカオかちょっとストップ。かわいい。朝ごはんは2階大広場です、はい、どこですか？あっち、はい、ヨーグルトですね、多分。そして納豆。はい。何？あげる。そうそう、ドミーもこれやったかな、うん、有名ですか？知らん、何それ。リンゴ、リンゴのドレッシングな、うん、リンゴの味がする。リンゴドレッシングですから、うん、今日は最終日で夕方の便で帰ります。はい、昆布ふりかけっていうのがあったからかけてきたのね。ああ、青森のやつやろそれ。そうなの、うん、お土産で売ってる。売ってる。めっちゃ昆布味、うん、美味しい。美味しい。朝ごはんから帰ってきたらだいぶ霧が晴れてきました。でもまだ北海道は見えない。おじさんは朝風呂に来ました。今からチェックアウトします。はい、今ね、うん、8時半です。8時半です。今日が青森最終日です。最終日です。すごいです、ここ上官だよな。うん、しじみの出汁が効いてる。効いてる。なんでこんな形にしたんでしょうか。でかいです。5、6、7、8